の人にドッキリをかけたい。なっちゃんにね。夏目に行く？揺れちゃって、もうちょっとこのままもう家まで、もう家突撃しちゃおう。びっくりした。え、なに？え、抱くよ。もういいの？今から抜きますじゃん。何してんだ。何をしてんだ。どうもスーパーラバ、今回の企画は家出少女がいきなり家と見てと言ってきたらどうするのか。夏目の経験人数を発表します。226人です。あ、一番リアル。はい、はい、ということで今回はね、はい、まあ、僕がオープニングやらせていただいたんですけど、うわ、メロちゃん初めてのオープニングね。まあ、ということはですね、はい、あの人にドッキリをかけたい。え、我らがスーパーノヴァのリーダー、うん、なっちゃんにね、夏目に行く、今回ドッキリかけたいと思いまして。待ってました。なんか汚い部分俺ばっかり見せられるけど、確かに確かに、いや実際問題夏目もでしょ、一番汚いかもしれん。うん、みんな思ってるでしょ、見てる視聴者さんも。今回、はい、まあ、夏目くんがね、うん、家に帰ってくるところに、うん、こう家で少女役の子を用意して、はいはい、ちょっと声かけさせてもらって、はい、でまあちょっと家止めてっていう風に流れを仕組んでるんですけど、うんうん、とりあえず、まあ、女の子の紹介しましょうかね。はい、どうぞどうぞ。あー、かわいい、タムちゃん。タムちゃんでーす。タムとは、そう、バー、新宿歌舞伎町のバーで一緒に会ってこうスカウトしたっていう感じですね。で、まあ、今回この子がね、家で少女役として、はい、まあ、うちのリーダーに声をかけて、タムちゃん、はい、で、まあ、家出しちゃってっていう、うん、でもうちょっと今日今夜泊まるところがなくて、うん、でちょっと家探してるんですけどみたいな。でまあリーダーもリーダーでね、うん、あのやっぱ優しいところがあるんで、はいはいはい、それでまあ泊めちゃうのかもしれないけど、うん、でもやっぱりそこでね泊めちゃって、なんか夜のねイチャイチャちょめちょめがあったりとかしたら、もう本人はもう闇暴く側じゃないですか。いや絶対あるよそれ。でも気をつけてね、うちのリーダーやばいよ。頑張る。もう裏でモンキーディールヒって呼んでるからね。だから最近ね、あれを依存症っていう説出てきてますから、ね、結構怪しんでくると思うから、そこは本当タムの技量が問われてるからね。バカタム。そうそうそう。で、まあ、作戦をまとめるとリーダーが駅に着きます。でそこで待ち構えてる家出少女が声をかけて、まあ、そのイケメンだとか、はい、そのイケメンがいいとか、そういう風にうまくね口で言ってボイレコを仕組んで、いろいろ会話を聞きながら、はいはい、まあ、本人がどうするのか、はい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 、下心で持ち帰るのかっていうね、かもちゃんとこう、まあ、指導じゃないけど、うんうん、大人としてしっかりこう説教というか、はいはいはい、導いてあげるかどうか。なるほどね。そんなことしてくれるかな。多分、悪いてるようなもんすから。いや言うね。はい、今回って、協力してくれるタムちゃんなんだけど、タムちゃんも実はね、インスタとかで活動してんだよね。すごいね、独特なね、投稿とかいっぱいしてるんだよね。俺らの視聴者さんとかさ、おじさんとかさ、エロいハゲたおじさんとか多いからさ、多分結構フォロー来るんじゃないかなと思うんだよね。じゃあそろそろ、かすみさんがね、もう駅に着く時間なので、ちょっと駅の待機室に開けましょうか。頑張るぞ。いや、もう、かわいい。はい、今、夏目の家の近くの最寄り駅の近くに来ました。さっきインスタ見たところ、ストーリーで電車のね、電車の中で撮ってるストーリー上げてたっぽいんで、もう着くと思う。うん、結構待ってるんですけど、なかなか来ないな。この流れでも来ないな。ちょ、帰ったっぽいっすね。女の家行ったか、やり部屋の家に帰ったかっぽいっすね。そう。え、じゃあもう今日このあの駅来ないってこと？か、もう、うん、今のここの駅の家に帰ってるか。いや、じゃあ今日取れないってこと？うわ、ツーデイズ。ツーデイズ？え、どこから帰ったん？ちょ、タミちゃん申し訳ないわ。なんかさ、メロがこれ用意なんかしたんだけど、メロのちょっとなんか手違いで、なんかね。俺の手違い？うん、なんかせっかく寒いのに来てくれたんだけど、うん、スケジュール的に大丈夫？またちょっと次の別日で撮るかもしれん。はい、
い、というわけで、はい、今日2日目、2days です。2days 目来ました。僕の髪がすごい変わってる。はい、だってもうね、新年明けてるもんね、うん。今回は、まあ、1月新年、年末か、年末にあの引っ越したんですよ。そうなんですよ。で、まあ、僕と一緒に住んでるんですけど、まあ、僕がちょっとまだ荷物全部運びきれてなくて、はい、ちょっと通いっていう感じで今、はい、家にまあ一緒に半同棲みたいな感じで住んでる状態なんですよ、うん。なんで今回はもう確実にこの家に帰ってくると。あ、もう確定だ。絶対ここにもう帰ってくるんで。なんでそんな笑ってんので、今回も、はい、うちのプリンセス、タムちゃん手伝ってもらってます。明けましておめでとうって、明けましておめでとうございます。みんなに明けましておめでとうって。あ、かわいい。まあ、2パターン用意してまして、はい、1パターン目が普通にこう、え、いいよ、じゃあうち来なよみたいな感じで普通に家にあげられたら、うん、その時点で俺らもう殴りに行くじゃないですか。はい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 、で2パターン目が、もし断られちゃった時に、まあ、その僕らの家の方についてきてもらって、でもオートロックなんですけど、まあ、僕も鍵持ってるんで、出た、開けてもう扉の前まで行ってピンポン押して、私家出少女なんですけどみたいな、でついてきちゃってみたいな、もう無理やり強行突破で今回はちょっと家まで連れて行こうと思います。天才。というわけで行きましょう、はい、レッスンアバクゾ、アバクゾ2です。はい、来ました、待機部屋ですね、こちらが。今回は、2days 目、もう夏目の、闇を暴くということで、俺結構普段からやられてますから、なんかファンの人とかは、なんか夏目くんはなんかうんちもしない、おへ、へもこかないみたいな思ってると思うんですけど、うんちもするし、いや、うんこしかしないっす。そう、うんちもするし、へもこくから。アイドルじゃないから。だから今回家出少女とかも出てきても、いや絶対に持ち帰るから、もうこれは言える、もう本当に。ということで今回、夏目リーダーの、闇を見れるんじゃないでしょうか。まあ、今カメラマンがちょっとあの駅前で、はい、そうなんですよ、タムちゃんをね、あの遠くから撮ってるんですけど、はいはい、まあ、僕がいつでもこう鍵開けに行けれるように待機してるっていう状態で、オッケーオッケー、今ソボさん一人だけ映して、僕はいつでも動けるっていう状態にしてます。カメラマンのね、今日ドレイ君がね、ちょっと今日参加してくれてて、ね、SNS とか募集かけたらこう来てくれたりして、あくまであのすごい笑顔の絶えないアットホームな会社ですので、安心してください皆さん。どしどし、募集お待ちしてますんで。そろそろ、もうで、もう帰ってきてるぐらい。来た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 。すいません。あの、家出しちゃって。はい。家出しちゃって。なんすか。ん？助けてほしくて。助けてほしい。うん、行くとこなくて。え、何ですか。行くとこなくて。行くとこなくて、はい。ちょっとあの家止めて。メイクすごいっすね。家止めて。メイクすごいっすね。いや、ありがとうございます。なんか急で本当申し訳ないんですけど。いやいやいや。本当困ってて。はい。本当に困ってて。家出してるってことですか。そうです。家も出てきちゃって。めっちゃ荷物少なくないですか。なんかちょっと怪しんでるな。なんかこんな怪しんでも何が楽しいって話よ。なんか本当に YouTuber じゃないですよね。そう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 、もう何も気にしず生きろよ。俺みたいに。どっから来たんですか。北海道から。北海道。北海道から。なんか、はい、向いてる向いてる、後ろ向いてる。手めっちゃ冷たくて。なんか撮ってます。撮ってないです、全然撮ってないです。帰るお金がないってどういうことですか。もう家飛び出してきちゃったんで。いくらぐらいですか。新宿まで行くなら全然出しますけど。な、何歳ちなみに。18。止めれないっす、18歳。いや、案外しっかりしてんだよね。年齢のとことか安全なところを、セーフティーな抱き方してんだよあいつは。とりあえず今日取れてます。マジで。え、もうじゃあとりあえず東京駅まで行ったらいいんだよ。友達いないの東京とかに。いないです。いや、じゃあお金渡しますよみたいな。いや、それは申し訳ない。いや、いいっすよマジで。逆にお家はマジで申し訳ないんで。いや、なんか買収してみたい。いや、いい、バイバイ。え、逃げるように帰ったぞ。逃げるように。
ッケーオッケー、タムちゃん一回引こう、一回ひ引いて、一旦カメラマンと合流しよう、そしたら。うん、なんかもらった、なんか2000円もらったんですけど、どうしたらいいですか。あ、ごめん、タムちゃん、そしたらちょっとこのままもう家まで、そのままずっとまっすぐ行って、もう家突撃しちゃおう。いや、ちょっと想定外だな、早すぎるんだよ、もう取れ高作れよ。ちょっと待って、追いかけるよ追いかけるよ、急いで急いで急いで。1個いいっすか、うん、あの俺ら駅からこう家までの間に公園があるんですよ、間に、うんうんうん、でそこの公園がなんかベンチでタバコ吸っていいんですよ、灰皿置いてあって、こう自分の吸いとかさ、感じだから、そこで一服して、そんなのんきにタバコ吸ってるよ、のんきにタバコ吸う、そんな怖がってたのに。すいません、びっくりした。すいません、なんか何度もやっぱそう、なんか一人では無理だなと思って。え、マジで家は無理、これは怖いぞ。めっちゃビビってる。タバコ吸います、タバコ吸います、タバコ吸っていい声なんですよ。タバコ大丈夫です。待て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 、今未成年にタバコ吸めたくね。ほんとだほんとだ、おい、今カメラ撮ったね、撮れてるね、これね、撮れてますよ。未成年にタバコ吸わせようとしました。やばいよ、この子、夏目容疑者。本当に困ってて、本当に止めてほしいです、お願い。僕18歳とか無理なんですよ、お願い。いやいやいや、熟女好きなんで、年上好きなんで、うん、今日だけ。あ、じゃあさ、マジで本当に友達紹介する、マジで、ちょっと電話するわ今。友達に電話するって言ってる、あれ来てない、来てないです、来てないです。本当に優しい、ちょっと変態なお兄さん紹介してあげる。やだ、お兄さんがいい。やだやだ、優しい変態なお兄さん、そんなやつ いる。もしもし、なんか、ちょっと待って、え、近いよね、俺ん家からめっちゃ近いじゃん。よすよすよす、おお、マジかよ。ヨスに、ヨスに電話してる。あー、やってるわ。まあ確かに優しくてちょっと変態だわ。ヨスうんちに行かせようとしてる。爆弾受け流そうとしてるっすよ。爆弾処理。せこいわ。なんかさ、女の子がさ、止めてって言ってる。ちょっと待って、この子変わるね、一旦。いや、いいよ、マジマジ、ちょっと。いやいや、いい。ちょっとヨス助けてくれ。ほんま助けてくれ。いや、ほんまほんまほんま、めっちゃ近い、超近いよ家で。この人の家の方がめっちゃいい。ヨス、ごめんなさい、すいません。ちょっと家にいること少ないんで、ほんとごめんなさい、ちょっと。お、ヨス断ってる。いいね、断ってる。ヨス何も知らんからね、この企画のこと。ガチで何も知らんすからね。ヨスすごいぞ、いいぞ。ちょ、俺んちもダメよな、ヨス。危ないよな、ほら。いや、ほんと、そこをなんとか。無理です、ごめんなさい。ごめんす、そう。ごめんなさい、本当に。ごめん、ありがとう、ヨス。ありがとうね。はい。ごめんね、本当に。マジでごめん。本当にごめん。マジで、じゃあ今度、なんか、また会ったら、マジで、その時は。その時は、じゃあ、分かった。その時は、じゃあ一緒にホテル行こう。うわ、また帰る。うわ、ちょっとやばい。ちょっとやばい。いや、走ってる、走ってる。めちゃくちゃ走った。走ってったぞ、最後。で、これもうそろそろメロ行った方がいいんじゃない？頼むよ、メロ。よし。痛い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 。なんか最後さ、走って逃げてったじゃん。生きるようになんか走って帰ってったんだけど、あれ何？どうしたの？怖い。怖がられてた。じゃあもっと怖がらせよう。ここにね、まあ鍵があるんで、もうこれで開けてもらって、ピンポン押して、で多分最初ピンポン押したら、
あれみたいな、オートロックのはずなのにって思うから、もうピンポン押したらもうすぐ扉ガチャッと開けちゃっていいから、無理やり入る、そう無理やり、もう強引に強盗かと思うくらい入っちゃっていいから、襲います、襲っていい、襲っていい、じゃあオートロック開けに行きますか、行きましょう。はい、ここで、もうカメラはメロが先に、設置してくれてるみたいなんで、初めて夏目の家で撮りますからね、これはすごい映像が撮れるんじゃないでしょうか。帰ってきますよ、帰ってくるぞ、帰ってくるぞ。ニオナとかするんじゃない？カメラ気づいてないから、一人とかするんじゃない？ねえ。パンツが見えますね。これパンツ一丁ですよ。これモザイクかかってるかわからんけど、ファンの人は嬉しいんじゃない？安心しきってるね。もう自分の家だからって。開けるよ。よし、そろそろ行こうか。そろそろ行くよ。はい。来ちゃった。来ちゃった。ついてきた？ここ、マジで本当それ犯罪ですよ。どこいんの今、どこに前、オートロックどうやってやったの、そうなるよね、どうやって入ってきたってなるよね。びっくりした、え、なんで閉めようとした瞬間にいいよ、何してんの、マジでマジでマジで、いや、ほんと入んないで、玄関の中で家で少女とご対面、何、誰、え、人の家だってこと、え、待って本当に怖い、え、ちょっと本当に怖いんだけどちょっと待って何ビビってる、ビビってやがるぞ、え、知り合い、もしかして、え、ちょっといいですか、え、知らん、誰、いけいけ、入っちゃえ入っちゃえ、もう中に、もう靴脱いで入っちゃえ、靴脱いで、いやマジでほんとに、いやダメだって、もう撮ってる、もしかして、うん、おい、ほんとにやめて、もうほんとに勝手に動かない、夏目の家にソファーにすぐ座った、え、抱浴室もういいの、今から抜きますじゃんマジででかっ、チンポコでかっ、超かと思った、ちょっと待って普通に笑い声じゃなくて本当に出てって、怖いじゃん、怖いでしょ今、怖かったでしょ、面白い、マジで何歳、ちょっと免許証見してじゃん、免許証持ってない、じゃあ二十歳以上だったらいいよ、見して、マジで18歳ダメだって、もう本当にマジでダメだから見して、うわ、もう早速早速人のカバン見るぞ、な、何これ、気をつけて気をつけて、お金取られるよ、入場料取られるよこれ、何、〇なことしに来たんですかあなた、違う、見ますよ本当に、いやもうしっかりもうちゃんと大丈夫かっていうのを調べてるね、しっかり徹底してんな、平成13年って書いてあるけど、平成13年って20歳じゃなくない、18歳じゃなくない、20歳じゃない、え、何歳あんた、こうやって安心できるかっていうのを見たらもう行くからね、この子もう多分ムラムラしてるぞ、多分20歳やん、本当にこういうことしてんのじゃ普段から本当に、それ事務所入ってるのね僕、うん、で
事務所に女の子とそういうことしたりとか、家にね、まあ、ここ借りてんのに事務所は借りてくれてんだけど、入ったらだあの100万円払わなきゃいけないのね。だめ、今日だけだめ、ほんとに、うん、寒い、寒い。これはね、もう家出少女が家に入ったのはもちろんそうなんだけど、もう家に入れちゃってるから、これはもう男の子の方の責任、夏目の責任になるから。これは女の子は何も悪くない。もうこれ未成年というか、未成年家出少女をもう家の中に入れてるってことで、もうアウトです。完全に犯罪です。じゃあ、わかりました。裸になって免許証こうやって見ながら、これ土下座しながら、私が無理やり入りましたごめんなさいってやってくれたら止めるよ。裸になって出た出た、こういうところなんですよ。もうこの夏目の狂気的な部分、危ないよ。ちょっとじゃあこう正座しながら免許証見せながら俺取るから、それをしたらいいよ。したら俺悪くない。なんだこれ、できんの。出ましょう。ガチで言ってるの。こんにちは。え、止めない止めない止めない、やばい。タムもド M だから、やばい、洗脳されちゃう。洗脳される前に行かなきゃ。ちょっと待って、家出しちゃって。いやいや、もう新宿まで行くのは全然出しない。バイバイ。え、ちょっとこのままもう家まで、もう家突撃しちゃおう。抱くよ。今から抜きますじゃん。でかっ、チンポコでかっ。裸になって私が無理やり入りましたごめんなさいってやってくれたら止めるよ。え、待って、待って、何してんだ、何してんだ、何してんだ、何をしてんだ。こ、君は、君は何をしてる。おい、ちょ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 っと、何撮ってんすか。ちょっと何をしてるんだ、この女可愛い子に。やめて、今から撮るんだよ。何撮ってんだ。ちょどうし、脱げって言われたの。いや違うって、だってマジで止めてって言うから、そんな覚悟あんのって。俺マジダメって言ったよ。これ動画にできねえからね。できます、やります。これはやる。俺らに、俺にいろいろやってきてるこの人はやってますよ。確かに。何をやられた、何をやられた。違う違う、ほんまに、いや、あ、撮ってるよな、撮ってるよな、絶対。どこ撮ってんの。全部ありますよ、もうその こことかにもありますし。うわ、マジでお前バスタオルここで掘るやるって言ったお前そこ。めっちゃ鋸ってるっすよ今。いやいやいや、話は。え、動揺してるっすけど。ちょっと怖かったもんね。怖かったね。あ、ほら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 。だってやばいやん。いや、家に入れなかったらいいだけだしもんね。いやいや、入ってきたよ。え、でも鍵閉めてなかったくないですか、この扉。しょうがないやん。それはプラとして、その自分のところちゃんとしないと。オートロックしか大丈夫。そう、でもオートロックプラス自分の家の扉もちゃんと鍵閉めないと。そう用心しないとダメじゃないですか。まあ、覚えとけ、マジで。いや、マジでもうやだ。いや、マジでびっくりした。いや、だから人のことを言う前に自分もしっかりしてくださいよっていうのをこの動画で皆さんに伝えたい。え、本当に動画にできないよ、これ。やります、今回は絶対やります。頑張って編集して投稿まで。いや、俺チンチン出してるよさっき。いや、俺チンチン出してるよさっき。それはモザイク出すよ。いや、無理や、ほんまに。いや、マジで頼むわ。もう無理、もう無理。もう取り返しがつかない。いや、誰この子、ほんと。タムちゃんです、タムちゃん。タムちゃんは2000円返しじゃん。返さないよ、今日のね、交通費代もらって。あー、目怖い。止まるってくるんでしょ。ガチで狙ってるじゃん。止まるって言ったの。どうする。え、選んでいいよ。選んでいいか。行くんかい。おいおい、話変わってくる。こうなるの。しかも、俺の家でもあるっすからね、ここ。そうよ、ほんまに。 3P だ。あ、外されとるやん。